どうも、京菜って夏なのもあるけれどもあのみんなの格好がそれをより熱く感じさせているよね。でおなじみこうです。ねあの黒色がねより熱いなーみたいな。 感じは、ねえー、させると思うんですけども、ね、皆様お疲れ様です。暑い中ね、えー。今日も始めさせていただきます先生の先生より先生のための TV ということで、えー、今日も教員採用試験のことについて話をしていきたいと思っています。ねえー、今日は集団討論、集団討議というのも言いますが、その生き残り法ということで、えー、話をしていきます。ねえーまあ、場面指導のこともと思ったんですけども、まあ、あらかた出てきましたし、ねえー、今回はちょっと集団討論、ね。えーまあ、よく二次試験 とかで行われることですので、まあその対策についてちょっとあの話をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。今までやってきた場面指導のことについては、また話をしていきたいなということを思っています。なぜかというと場面指導の対策っていうのは場面指導の対策にもちろんなりますけれども、その話のネタとして小論文だったり面接の時にも話すことに。 繋がりますね、なので、えーまあ、こうやって僕が話していたこととかが引き出しとしてたくさん、まあ、積まれていったりとかすると皆さんの、えーまあ、話すこと書くことの、ね、ネタになっていくかなと思うのでやっていきたいと思っていますがこの集団討論においてもやっぱその引き出しを持てることは絶対に大事です、ね、なので、えー、この集団討論生き残り法のベースとなるのは、えー、その自分が持ってる引き出し になってくるので、えー、そこは、えー、これからも大事にしていってほしいですし僕も伝えていけたらなっていうことを思っています中断討論生き残り法の中で1つ目1つ目は、えー、自分のキャラをしっかり出すということですね、えー、やっぱり、あのー、人それぞれキャラクターはあると思いますのでそのキャラを無理せずに出すことが大事かなと思っています例えばリーダータイプで、えー、仲間を引っ張っていくタイプの人 だったりとかまあ、あのー、そこまでではないけど最後さらっとちゃんとまとめを言える人だったりとかまあ、自分はフォロワーねリーダーを刺さるようなフォロワーだっていうようなキャラクターの人もいると思いますいろんなキャラクターがの方がいると思うのでそれを無理せずに、えー、その場面で出すことが大事かなと思っていますだからよく言われるねあのー、発言をたくさんしろとかね、えー 自分がリーダーになるとかっていうこともたまに聞くんですけど、まあ、それを、ね、名乗り出た絵名乗り出て、まあ、大した意見言えなかったとか大してまとめられなかっただとやっぱり、あのー、自分にも悔いが残るし、まあ、そこで判断しないと思うんですね、うん、だから試験官の人たちはやっぱり見てるところはあこの人ってこんな先生になってくれそうだなっていうところを見てると思うんですだから全員元気な先生になって もらうなんていうのは思ってないし、その先生たちばかりじゃないのも知ってるので、なので、えー、そういうところをあの自分のキャラをしっかり出してもらえるといいかなと思っています。ただ、気をつけてほしいのは自分のキャラは、えっ、ー、と、教師らしさのベースの上で出すことが大事です。ね。で、ね、あのー、まあ、例えですけども、ね、自分のキャラは、まあ、チャラチャラしてるから、 まあ、チャラチャラしてていいんだっていうことでは、まあ当たり前ですけど違いますよね。うん。だから、教師らしさの上で、えー、そのチャラさを出す。うん。まだ周りにね、あの話を振ったりとか、ね、ちょっと人笑いして場を盛り上げたりとか、そういうふうに、まあ、あの教師らしさをベースで出すことが大事です。で、えー、ここで気をつけてほしいのは、えー、こういうキャラの人です。おとなしいキャラ、いい人キャラっていう人たちは気をつけた方が、 いいですこの集団討論。うん、でまあ僕自身も、まあ、結構まあ共済受けた時はそんな感じでした。ねえー、やっぱりおとなしい優しい人とかって、あのーまあ、真面目なんだけどあの仲間と関わるのが苦手だったりとか、えー、してなかなか自分の意見が言えなかったりとかする。で、ねえー、そういう場合だとあの試験官から見るとこの人って ね、先生として大丈夫なのかな子供に話しかけてくれるのかな周りの先生とのコミュニケーション大丈夫なのかなっていうイメージに持たれてしまうんですねうんなので、えー、そこをまあそうじゃないよってところをちゃんと言,言えるというかあのアピールをするためにやっぱり例えばあの話し合ってる時にすごく共感するいいですねその意見とかうなずく大きくうなずいたりとかねとかえっ、ー、とまあ たくさん発言しなくても、うん、と一撃でポンって「あこの人いいこと言う」とか「あそこ見れてたな」みたいな感じで言っていくことが大事かなと思いますね。あの俯瞰で見た発言 ね、話し合いの中にどっぷり入るんじゃなくてちょっと上から、ねえー、ちょっと別の目線から話を振ったりとか話を切り込んでいくっていうところが、えー、なってくったりとかするといいと思いますしあとは笑顔ですね。やっっぱり真面目な人って 表情がが暗くなりがちなりちので笑っていうふうにして、まあ、おとなしい人、優しい人、まあ、キャラとしてはとてもあの大事なこと、あの性格としてはとてもいいと思うので、それを共産用にちゃんと出すためにも、やっぱこの前向きですよ、この集団討論に対して前向きに頑張ってますよってことをちゃんと伝えるためにも、これらのことを意識して、で、教師らしさっていうことも意識して、えー、やってみるといいと思います。 はね、ただからたまにあの見えるんですよね。あの講師の方で、うん、すごく真面目に頑張ってる。いい人なんですよね。いい人でよく本当に講師として黙々と言われたことを頑張ってやってるっていうような感じで現場では見てるんですけどなかなかやっぱり二次試験で受からないっていうところでやっぱりあのあこの人ってこんな先生になりそうだなっていうイメージが。 あのー、見ている人試験官から見てなかなか伝わらないとなかなか合格二次試験の合格っていうのは難しいかなっていうことを思うので、えー、その自分のキャラプラスかける教師らしさっていうところを大事にしてほしいなと思っています2、えー、つ目です2つ目はこの自分のキャラを出すということと、まあ、とてもつながってるんですけどこのメンバーと仲良くなるということですねあのー、これどれだけ仲良くなれるかと いうことすごく大事です。まあ、そうやって話す機会があるのかってところなんですけども、あれば、ぜひとも作っていただきたい。ねえー、例えば、まあ、本当にどこ出身なんですかとか、ねあ、どこ高校なんですかとか、まあ、どこ高校まで言うとね、ちょっと角が立つこともあるかもしれませんけど、ね、あそこ出身なんですか何々有名ですよね美味しいですよねみたいな感じで、ね、そうやって話していくのも大事なんです。まあ、よく考えてみてほしいんですけど、うんと、例えば8人グループだった場合、 ね、試験官からするとだから1人だけあの子だけ光ってたなイメージ良かったなっていうことってなかなかないと思いません実際そうだと思うんです、うん、あの子だけ、えー、特別に光ってたみたいなことはなかなかなくってやっぱ8人いたら8人とも光ってたり大多数がすごく笑顔で活発に意見を言ってるからよく見えるんですよね、うん、なので、あので、ー、あ 一のの船のメンバーなんです8人っていうのは、うん、なので、えー、そこ、仲良くなるってことはすごく大事です。なので、この仲良くなっていくうちに自分のキャラってちょっとずつ分かってきません、ね、立ち位置が、ねあのあ。やっぱり自分はフォロワーなんだなとか、ね、自分はリーダーだと思ってたけど、も,んなもっと強烈なリーダーいたみたいな。 だったらちょっとフォロワーに回ろうかなとか、ね、ちょっとまとめる側に回ろうかなみたいな感じで、ちょっとキャラ付けがしっかりそこで確定されるので、ぜひとも仲良くなってほしいなと思います。自分が受かった時は、8人中6人受かってました。うん。まあこの集団討論だけが全てじゃないとは思うんだけど、やっぱイメージとして、やっぱり大多数の人たちがよく見えるってこと大事だと思いますので、ぜひ仲良くなってください。 はい、では、集団討論、生き残り法、最後。最後はですね、えー、発言は子どもファーストであるべきです、ねえー。つい議論が熱くなると、やっぱり方法とか対策がすごくどんどん出てくるんですよね。で あ、これいいなっていう効果的な方法も絶対出てきます。ね。あの試験官が驚くようなものもね、えー、出てくるかもしれません。ね。そうすると、あのつい子供のことがね、抜き落ちてしまうことがあるんですね。どっぷりそこに使ってるので、みんな方法とか、えー、対策にギュッといってしまうっていう風になってた時に、常にやっぱり子供に軸足を置いた発言を心がけることをすごく大事になってきます。ね。 えーでまあ、常にといいいうのはももししししかかしたら難しいかもしれないだから最後の時ほど集団、まあ、時間とかもあってあもうすぐ終わっちゃうなっていう時ほど最後の最後に、ね、これが子どものためになるとか子どもがより生き生きするというような子どもファーストの発言をやっぱ最後にすることであのあこの人やっぱ最後まであの子ども大事にしているんだなとか。 っていうことにつながりますやっぱね、あのー、最初から最後までっていうところは難しいと思いますしあのー、他にも気をつけないといけないところあると思うんですよ。うなずくとかね笑顔でいるとかっていうところの方が大事なのでまあだの方がとは言わないんですけどもそこも意識しちゃうとなかなか抜け落ちちゃうので、うん、やっぱ最後の時ほどあの子供を大事にするっていう子供をファーストでいるということをぜひあのー、心がけて発言されるといいですね。 はいなのでまあじゃあどんなふうに練習をしていくかというと例えば最後の「子どもファースト」っていうところは、まあ、ちょっとそこを意識しながら、えー、議論をしてみたりとか考えてみたり、まあ、あのできたら話を聞きながら「えー、それって子どものためになってますか?と」とね、えー、こうやって話しているけどそ,あのそうやってやっていくことって本当に子どものためになるんですかねみたいな。 どんな効果があるのかっていうこととイコールですよね。そういうことを、まあ、あの、自分も、あの、トールの中で切り返していく、投げかけていくと、お、この人いいな、みたいな感じになるかなっていうふうに思うので、まあ、その練習をしていくことできるかなと思います。あとは、まあ、自分のキャラとメンバーと仲良くなるっていうところ、一つ目、二つ目のところは、なかなか、まあ、慣れ親しんだメンバーでやってると難しい部分があります。な、ね、なので、えー、まあ、 この同じ練習をしている仲間たちでもあんま話したことがない人とかっていますよね。まあ、そういう人たちとちょっと話してみたりとか、ねえー、別のグループでやってみたりとかそうやってなかなか今まで話したことない人とのコミュニケーションを取ってみるという機会を作ってみることが大事です。ねえー、そうややっってぱあの教員ってあの本当にほ,とんほとんどとは言わないんですけど半分ぐらい初対面の人と話すことが多いです。 うん、なので、あのー、初めてだからなかなか仲良くなれませんとかそんなことをなかなか言ってられないんですよね例えば家庭訪問ね4月の家庭訪問の時に「初めましてで」でもう結構もうグッとその人の,あの保護者のインパクトとか好感度つかまないといけないのでそういう意味ではまあその練習にもなる。 っていうことも考えて、まあ、あの今自分の安心したゾーンコンフォートゾーンとかって言いますけどそこから抜け出していろ、まあ、んな人とコミュニケーションをとることも、えー、集団討論生き残り法につながってくるんじゃないかなと思っています、ねはい、それではどうだったでしょうか、えー、いつもよりちょっと短めだったかもしれませんが、えー、ぜひあの対策として参考になるといいなと思っています、ねえー、やっぱりこの,あの場面指導をやってほしいとか、ね、これが聞きたいですとかっていう意見 ありますじゃんじゃんコメントに、えー、書いていただきたいと思います。ね、あのー 最近、まあ、再生数が若干減ったんですけども、でも代わりにコメントしてくださる方が見えてとても嬉しいなと思っています、ねあの。インスタから来ましたっていうふうに書いてくださって、ね、あれわざわざ、ね、あのコピーして、ね、あのリンク貼ってって、ね、あのすごく大変だったと思うんですけど、それでもこうやって来ていただいて聞いてくださるのすごくありがたいなというふうに思っているので、えー、ぜひともそうやってコメントくださるとありがたいです。励みになってます。また、いいねとかチャンネル登録もすごくうれしく思って おりますのでぜひともよろしくお願いしますでは、えー、教材頑張ってくださいまた先生たちもぜひ、えー、夏休み後半も楽しんでくださいではまた